皆さんこんにちは。情報通信研究機構宇宙天気ニュースキャスターの水間智美です。7月21日から27日までの週刊宇宙天気ニュースをお送りします。太陽活動は21日から25日にかけて静穏でしたが、26日から27日にかけてはやや活発となりました。太陽風、地磁気、電離圏はおおむね静穏でした。それでは詳細情報です。まず太陽活動です。26日から27日にかけて活動領域1260で C クラスの小規模フレアが数回発生し、太陽活動はやや活発でした。活動領域1260の磁場構造はやや複雑な形状をしているため、今後 C クラスや M クラスのフレアが発生する可能性があります。今後太陽活動は活発となるでしょう。次に太陽風、地磁気です。地磁気活動は静穏な状態が続きました。21日から24日にかけて太陽風速度は秒速 700km 台から秒速 400km 台へ下降しました。25日から26日にかけて太陽風速度は秒速 600km 台へ上昇し、その後27日にかけて秒速 400km 台へ下降しました。現在太陽面の西側にコロナホールがありますが、このコロナホールはやや高緯度に位置しているため、地磁気への影響は小さいと予想されます。今後とも地磁気活動は静穏な状態が続くでしょう。静止軌道上の高エネルギー電子フラックスは24日から25日にかけて高い状態となり、その後もやや高い状態で推移しています。今後とも高エネルギー電子フラックスはやや高い状態が続くでしょう。最後に電離圏です。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層、スポラディック E 層は日本各地でほぼ毎日発生が観測されました。電子密度が最も高い領域、F 領域の電子密度は22日の朝に沖縄でやや低め、24日の午後に沖縄でやや高めでした。また23日と25日の午後に鹿児島と沖縄でやや高めでしたが、これ以外はおおむね静穏でした。日本上空の全電子数は23日の午後に低緯度の地域でやや高め、夜に日本各地でやや低めでしたが、これ以外はおおむね静穏でした。今後とも太陽風、地磁気は静穏な状態が予想されるため、電離圏も静穏でしょう。続いて今週の豆知識のコーナーです。太陽面の爆発現象、太陽フレア。これは日本の太陽観測衛星日の出が見た太陽フレアといわれる太陽面の爆発現象です。太陽フレアは太陽の黒点上空の太陽大気で起こる現象で、フレアに伴って可視光だけでなく電波から X 線、ガンマ線などのあらゆる波長の電磁波が数分から数時間にわたって強度を増します。1回の太陽フレアで放出されるエネルギーは10の22乗から10の25乗ジュールで、広島に投下された原爆の約1億から1000億倍もの莫大な大きさです。このようなエネルギーは太陽大気中で磁気エネルギーが解放されて生じると考えられています。フレアの規模は放出される波長が 0.1 から 0.8 ナノメートルの X 線のピーク時の強度により、小さい方から順番に A、B、C、M、X クラスに分類されます。最初に見たフレアは最大級の X クラスフレアでした。太陽フレア時の X 線の増大により電離圏 D 領域の電子密度が急増し、短波電波が D 領域で吸収されて通信ができなくなるデリンジャー現象が起こることがあります。また太陽フレアは X 線と同時に高エネルギー粒子を放出することがあり、これにより極域の電離圏が乱されて
短波通信に障害が起こったり、人工衛星搭載機器が故障したりします。また有人飛行に大きな影響を及ぼすことが考えられます。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は8月5日の予定です。